What's up? Welcome to 銀チャンネル。はい。というわけで、今回はバス釣りを学ぼうシリーズのシャープ9番かな。はい。今回はですね、前回のフックの種類っていったところでですね、パート2といった形でやらせていただきます。今回は、ハードルアーのフックですね。はい。ハードルアーのフックの種類というところになります。まず一つ目いきます。一つ目は、はい。トレブルフックといって、こういった感じのフックになります。はい、針がですね、こういう風に3本ついてるものですね。はい、大体のルアーおおよそ8割5分ぐらいは、こういったトリプルフックがついてます。トリプルフックもしくはトレボルフックなんて言ったりしますけども、こちらメリット、まず一つ、かかりがいい、フッキング率がいい、針がかりしやすいということです。はい、針が刺さりやすい、3つもついてますからね。基本的には魚がアタックしてきたりした時でも針がかかりやすいよ、フックポイントと呼ばれるこの針先がね、3つも存在することによって非常に、かかる確率っていうのを上げてますよっていうものになります。はい、そして2つ目、これ2つ3つと、2、3本針がかかると2、3箇所ね、かかるとバレにくい。このハードルアーの、メリットデメリットっていうのは結構ね、デメリットが目立ちがちです。はい、デメリット通り針先が3つあるということはかかりやすい。それはもちろん魚もなんですけども、地面、岩とか、水草、木、そういった障害物にかかりやすい、つまり根がかりしやすいです。これね、縦掛けっていうんですけど、縦掛けの場合バレにくいです。その1箇所2箇所3箇所、2、3箇所刺さってたらバレにくいんです。ただし、どっかしら1箇所にしか刺さってないよみたいな場合っていうのは実はバレやすいんです。なんでかっていうと、この次のデメリット、かかりが浅くなるんですよね。はい、かかりが浅くなりやすい。よくよく考えてください。一本物の針っていうのは刺さってここまであるんですよ。こうね、魚の刺さってる、貫通してる、魚の口っていうのがこの辺ぐらいにも、来ます。ところがこれトリプルフックっていうのはここまでしかないんですよね。これ以上先に貫通しないんですよ。ということは必然的にかかりが浅くなります。しかも深く刺さろうとすればするほどこの辺の針っていうのも刺さろうとするんで、縦んで刺さると貫通するとバレにくくはあるんですけど、一本がかりだったりとかした時にはかかりがものすごく浅くなりやすくバレやすいといったデメリットを持ってます。デメリット次4つ目です。かさばるんです。かさばります。これかさばるって言うんですね。要はタックルボックスの中にルアーを入れた時に、このトリプルフック、トリプルフックの、ついてるルアーをいっぱい入れてると、このフック同士が重なってルアーがあんまり入らないっていう風に、要はスペースを取るわけですね。はい、付け替えがめんどくさいです。こういう風になってるので、どうやって付けるのっていう話なんですけど、これスプリットリングっていうですね、こういうなんかこう二重になってる、輪っかみたいなのがここにつくんですね。こういう、分かりやすく言うとこういう感じになってるんですよ、伸ばしてみるとね。だから、ここを開いて穴に、このフックの穴に通してぐるっとやって、こういう風にかかるよっていうシステムなんですよね。なので一回一回そのスプリットリングっていうのをこじ開けて通してってしないといけないんで、付け替えがちょっとめんどくさいです。はい、そして次、このかさばるに、ちょっと似てるっていうか、かさばるとちょっと比例してる感じになるんですけれども、はい、ルアー同士が絡みやすくなります。この3本針のね、トレブルフックをつけてるルアーがほとんど、おおよそ8割5分って言ったんですけども、もちろんほとんどのルアーがそうなだけあって、ボックスの中にそうやってルアーを入れておくと、こうやってね、針が3つもあるとですね、絡まっちゃうんですよね、針同士で。1つのルアーを取ろうとすると、じゃらじゃらじゃらっといっぱいついてきます。それをね、外したりするのもまた面倒くさいという。はい、最後、重い。はい、トリプルフック、これ重いんですよ。1本のものと比べると3倍ですからね、針先が。がっつり3倍重いかって言われるとそうじゃないんですけれども、それでもね、シングルフック1本の針と比べると重たいです。重たいとどういうことになるのかというとですね、最初にこのルアートリプルフックがついてましたと、2個ね、それを、どっちも1本1本にしましょうよと、
一本一本の針にしましょうよと、交換しましょうよとなったとします。その時にですね、トリプルフック、重いがゆえにですね、あのルアーっていうのは結構あのバランスにうるさいです。重さがちょっと変わると動きが変わってきます。で、トリプルフックの重さでちゃんと動いていたものが、このシングルフックに変えると、シングルフックの方が軽いので動きがおかしくなりますね。じゃあトレブルフックと同じ重さのシングルフックを使おうとね、なるとします。そうすると必然的にこのシングルフック、太くて丈夫なものをつけることができます。はい、つまり、針の伸びとか、針が伸びてしまったとか折れてしまったとかっていうことを、防ぐことができる。太くて大物がかかっても大丈夫な丈夫な針に付け替えることができる。もっと、このデメリットとして紹介した、分かりやすく言うと細くなりがち、ね、同じ重さのシングルフックに比べると細い、軽い、弱い針を使わないといけないということになるんですね。はい、だから、重いというのはある意味デメリット。はい、以上がトリプルフックのメリット、デメリットになります。次です、ダブルフック。ダブルフックっていうのは、こういう状態ですね。まあちょっと分かりやすくしてますけど、こういう感じです。はい、これはですね、さっきのトレブルフックと違って、ここがですね輪っかになってないんですよね。これ突き抜けちゃってる、輪っかになってません、閉じてません、開いてます。はい、ということはですね、これメリット、さっきのトレブルフックの、デメリットだったところ、はい、付け替えが楽、ルアーの体からこうやって出ている輪っか、ここに直でこう通していくことができるんですね。はい、こういうふうにね、直で通していくことができます。はい、なので、さっき言ったスプリットリングね、このバネみたいなこのネジネジのやつ、これいらないんですよ。なのでこれをいちいち開いたりとか、付け替えたりとか付け足したりとかする必要がありません。そのままスッと針を刺していって、穴に通していって付け替えるだけなので、非常にスピーディーかつ簡単です。はい、そしてメリット2つ目、根掛かりが減ります。まあトリプルフックと比べて針が1本分、少なくなってるっていう、まあ単純な話でもあるんですけども、実はですねトリプルフックっていうのは基本的には絵のようになってるんですよ。この絵のようにこの状態で泳ぎますので、前から来る障害物ね、なんかこう木の枝とかがこうあったとします。こういうものに対してこの針が引っかかりやすいんですよ。ところがダブルフック、ダブルフックはですね、このルアーの進行方向に対してこういう風になるんですね。つまりここの針がないんですよ、一番引っかかりやすい。障害物っていうのが前からこうやってね来たとしても、かかる針がないというか、かかりにくいんですよね。いなしてくれる、こっちの方向に。はい、なので根掛かりっていうのが1本減ったっていうだけでももちろん減るんですけども、こういう付け方の、理論上というか物理的に、かかる方向に針が伸びてませんので根掛かりが減りますということになります。で、次ですね、メリット3つ目、金属音が少ないです。なんでかっていうと、さっき言ったみたいにスプリットリング、これが付いてないからですね。まあ、このスプリットリングがついているとルアーについているフックアイにプラス、トリプルフックっていう風になっちゃってるんで、金属の接する面っていうのがすごく多くなります。はい、ところが、ダブルフックはもうこのアイに直接このように、かけていくシステムなので、ここの1箇所しか基本的にね、金属同士が擦れる、当たるっていうところはないんですよね。特にあの魚が、活性が低い時とかにちょっと金属音とかね、甲高いシャリシャリみたいな音にちょっと敏感になるよみたいなタイミングなんかでは、この金属の接触音っていうのをね抑えることができます、ダブルフックの方が。デメリットです。まあ根掛かりが減ったというところでおおよそ分かったと思うんですけども、かかりにくくなります。トレブルフックと比べて針掛かりしにくくなりますね。はい、後ろの方からガブッといってくればいいんですけど、さっきの真ん中のお腹の部分にガブッていったりとかした時に、一番かかりやすい針が、なくなってますんで、あの自然的に食ってはきたけど、あの針にうまくかかんなかったっていうことが起こりかねないと。まあ、少なくともトリプルフックよりはその確率が上がってるよっていうことになります。で、次にですね、
これトレブルフックと同じですね。バレやすい、バラしやすい、魚から逃げられやすい、針が口から外れやすい。まあそれは何でかっていうと、さっきのトリブルフックと一緒ね、貫通、ここまで貫通するものができないので、一本針と違ってここまでしか貫通できません。このつなぎ目のとこっていうか、この合わさってるところ付近までしか貫通できませんので、ちょっとかかりが浅くなりやすいと、それに伴ってバレやすくなりますということになります。あともう一つ、さっき言った、スプリットリングですね。これがないことによって針っていうのがダイレクトにルアーを振り回します。例えば魚がバーッと暴れますよね。その時にこのスプリットリングを1枚、1枚というかね、1個噛ませておくと、このスプリットリングが衝撃をね、こうあっちゃこっち動いて、吸収してくれます。スプリットリングガチャガチャガチャと、スプリットリングが動いてくれることによって針だけが暴れる、針だけが揺らされるいう風になってくるんですけども、まあもちろんルアーもね、ちょっと揺れますけども、ダブルフックはですね、このフックアイの部分に直接、何度も言ってるように直接かけるがために、魚がかかってバンバン暴れられると、ダイレクトにルアーが暴れます。ブン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 と。いろんな方向に力がバン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 かかっちゃう。その分、針がすっぽ抜けやすい。口からね、バスの口から抜けやすい。トリプルフックよりもバレやすいと思っててください。はい。で3つ目、さっきもちょっと言ったんですけども、アクションが変わります。はい。何かっていうと、さっき言ったみたいにルアー重さっていうのに非常に、敏感です。バランスを崩しちゃいます。トリプルフックがついていたルアーをダブルフックに交換すると、針1本分っていうかね、フックポイント1本分の重さがなくなりますよね。そうなるとルアーのバランスが崩れて泳ぎが変になります。アクションが変わります。はい。なので、同じサイズではなく、トレブルフックがついていたルアーからダブルフックに交換するのであれば、ワンランク上の大きいサイズのダブルフックを使ってあげないといけませんよっていう、まあデメリットというよりかはちょっと注意点ですね。まあその分、大きい針、太い針っていうのを使うことができるっていうふうに考えると、これはまあそこまでデメリットではない、まあメリットでもありデメリットでもあるよっていったところです。まあ考え方次第だよっていったところですね。はい。最後です、シングルフック。はい。メリットその1、バレにくい。そしてフッキング、合わせのモーションですね。前回の、バスルーチから学ぼうシャープ8のフックの種類のところを見てください。このフッキングについてはちゃんと解説してます。フッキングモーションをしてかかった時に、非常にね、この力が3つ針先があるのと2つあるのとよりは、力のかかる点が1箇所しかないがために、この1箇所に思いっきり力がかかるんですね。はい。それによってきちんと貫通力っていうのがあります。そして、もちろん根掛かりも少なくなってきます。はい。ダブルフックみたいにフックポイントが2個も3個もないので、1本しか、ないのでね。ただ、こちらですね、一概にダブルフックよりも根掛かりが少ないかと言われると微妙なところ、ダブルフックと同等と思ってもらってもいいかなと思います。シングルフックはですね、さっきのダブルフックみたいに付け替えが、楽じゃありません。これデメリットなんですけども、スプリットリングをかませることになるので、針自体は結構いろんな方向を向いちゃうんですよね。いろんな方向を向いちゃうということは、さっきのダブルフックみたいにルアーのボディに沿った風にはならない。いろんな方向に回るということは、ボディの外側に針が向いたりもしやすいんで、一概にダブルフックよりも根掛かりが少ないとは言えない。それがシングルフックです。はい。外しやすい。何から？魚の口から。かかった魚、釣った魚の針を外すときに外しやすいんですよ。トリプルフックね、トレブルフックがバスの口の中に全部かかっていたとしますね。バクッとバスが口の中にこれをね、バクッと飲み込んじゃったします。口の中にガブッとね。そうするとここにかかったりここにかかったり、しかも下顎にもかかったようなってなっちゃうと外すのが大変。こっちを外すためにグリッとこっちに傾けちゃうと、深くこっちが刺さっちゃうし、こっちは抜けるけどね、こっちが刺さっちゃう。で、こっちをこの抜こうと思ってこっちにね力をグリッとかけるとこっちが今度刺さっちゃうっていうね、そういうふうに結構こう厄介なんですけども、一本針立つということはまずありませんよと。曲がってる部分を持ってスッと抜いてくれればすぐ素直に抜けてくれるよっていう外しやすさが売りです。
あと外すときにね、手とかにも刺さりにくいんで、一本針なんでね、魚が暴れたりとかしてもね、まあ比較的トリプルフック、ダブルフックなんかと比べると安心安全っていったところになります。はい、次ですね、5つ目のメリットです。まあ、さっきダブルフックのところでもちょろっと言ったと思うんですけども、1本の針なので軽いので、太い強い針が使えます。次デメリット、貫通力はあるんですけれども、バレにくいんですけども、そもそも針にかかる、確率っていうのが減ります。3本とか2本よりもね、1本しかないので、はい。でこれはダブルフックも同様、ルアーのバランスが崩れます。まあ、トリプルフック、トレブルフックも、結構ね太くて、いいものが最近はね、標準装備されてるんですよ。でその重さに合わせたシングルフックってなると、かなりでかくなってアンバランスになってしまったり、かなり太すぎてちょっと貫通力が落ちちゃったりっていう風になってくると、そうなるとちょっとシングルフックに変えるのが厳しくなってくるよねっていった風にですね、軽いシングルフックであると今度ルアーバランスを崩しかねませんので、まあ、物によってできるできないっていうのが出てくる、シングルフック。はい。で最後ですね、先ほど言いました、スプリットリングつけるので、交換が面倒です。ただね、トレブルフックとかと比べるとですね、このシングルフックっていうのはまだね長持ちします。純粋な計算ですけども、針3本あると、錆びたりとか、針先が欠けたりとか、刺さりにくくなったりとか、折れたりとかってする確率も3倍なので、まあその分、シングルフックっていうのは一本針がゆえに、その一本が、ダメになる確率っていうのはトリプルフックとかよりはね、まだマシ。引っかかったりとかして針が折れちゃったよとかってなりやすいのもトリプルフックの特徴ですので、ね、針がかりとかが、かかる確率が悪くなる代わりにダメになる率っていうのは、低いので、まあ、交換頻度っていうとトリプルフックよりもシングルフックの方が頻度は落ちるので、まあ、長持ちはするんですけれども、いざ交換する、もしくはシングルフックからやっぱトリプルフックに変えたいよとか、ダブルフックに変えたいよとかって思った時に付け外しがすごく面倒くさいということになります。はいはい、いかがだったでしょうか。以上がハードルアーのフックの種類になります。基本的にはトレブル、ダブル、シングル、これが基本的なところになります。最近はですね、クワトロ、4つですね、4本針のものとかも出てきたりはしてますが、おおよそ、8割5分以上はトレブルフック、そして、まあメタルバイブって呼ばれるジャンルのルアーなんかにはダブルフックが標準装備されています。バス用のルアーでシングルフック標準装備っていうルアーはだいぶ少ないですね。スプーンとかじゃないですかね。はい。まあそういった感じになるので、各々の特徴っていうのをしっかりと覚えていただくと、今後ですね、トレブルフックで、あ、ちょっと根掛かり多いからダブルフックに変えてみようかなとかっていうふうに試行錯誤していく。針一つで超過も変わってくるし、快適さっていうのも変わってくるっていうふうに特徴を一つ一つ、覚えていれば今後必ず役に立ちますので、ぜひ、きちんと覚えておいてください。それでは今回はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。